クーンさんと対戦なんて。ねえハセオ、僕どうしたらいいんだろう。どういう気持ちで戦ったらいいんだろう。どうしよう、始まっちゃう、試合始まっちゃうよ。そんなにガチガチになるなって。相手はクーンだぜ。案外わざと負けてくれたりするかもだろ。そうかな、大丈夫かな。でも、ああどうしよう。大丈夫大丈夫、さあ行こうぜ。だから気分使いはアイダのようなイレギュラーの存在以外にアバターを使うべきではないんだ。クーンは俺の力を否定した。だが俺は俺のやり方を変えない。そして勝つ、絶対に。いよいよトーナメントも決勝戦を迎えました。今回の解説者はこの方です。どうぞ。ギルドレイヴン矢田様です。今日はよろしくお願いします。ではレイヴンのマスターとして対戦者のハセオチームをどう思われますか。ここまで勝ち残った事実は評価できる。ですよね。しかしクーンチームとの対戦において勝利を収めるのは3つの理由から困難。ほう、それは何でしょうか。第1の理由は自分の PC に対する理解度の差。第2の理由はアリーナ戦における熟練度の差。おっさん、おいおっさん、てめえなんでそんなとこにいるんだよ。言っておらんかったか。聞いてねえよ。しかしわしが相手でも問題ないだろう。誰が相手でも絶対勝つ、そう言ってたのはボズ、おめえだ。そして第三の理由はプレイヤーとしての覚悟の差だ。俺は認めない、絶対に認めない。お前のやり方は間違ってる。勝てたら何でもいいのか。どんなことをしても許されるのか。他人をめちゃくちゃにしてまで手に入れたものに価値などない。うるせえ、お前バッカじゃねえの。勝たなきゃ誰も認めてくれねえんだよ。違う、勝つことだけが全てじゃない。違わないっつーの。お前に認めさせてやる、俺の力を。行くぞ。せい、ほら、はっ、せい、ほら、はっ、ほら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 、ほ
なんでだよ。なんで、なんでお前らまで俺の邪魔を。邪魔をしやがる。どけよ、どきやがれ。さもないと食い殺すぞ。チェイス。バカが。来い、俺のメイガNo!
何も分かっちゃいない。長谷王くん、俺これがお前の望んだことなのか。違う、俺そんなつもりじゃ。こんなはずじゃ。分かったろ、アバターは俺たちの心の闇を増幅する。それは簡単に克服できるものじゃないんだ。俺はどうしたら。常に覚悟するんだ、大切なものを失う覚悟。失う覚悟。そして大切なものを守る覚悟。
クーン、俺は。どうしたんだよ。お前らしくないぞ、そんな顔を。クーン、あんた増殖を使ったのね。なかなかお利口だろ、俺のアバター。増殖？ええ、クーンのアバターの特殊能力、あらゆるデータを文字通り増殖する力よ。自分のデータを増殖して長谷尾がドレインしたデータを補った、そういうことでしょ、クーン。当たり、もうその通り。さすがパイ。バカ、どうして全部一人で引き受けたりしたのよ。下手したらあんた未帰還者になってたかもしれないのよ。はいはい、バカはバカなりに考えたんだがな。あんたね。ストップ、お説教はまた後で。その前に言わなきゃな。え、参った、ギブアップ。ギブアップ。試合終了。俺結構健闘しただろ、もうちょっといたわってくれよ。知らないわよ、勝手にしなさい。はい、いい。な、言ったろ、勝つことだけが全てじゃないって。おら、どんまいどんまい、大丈夫、もう間違えなきゃいいだけだからさ。坊主、おさ、わかったか。ああ、俺は自分の力すらコントロールできていなかった。わかっているなら良い。それにしても人が悪いぜ。こいつらと知り合いならアバターのことも知ってたんだろう。わしは今回雇われただけだ、アバターなど知らんな。しかしそれが何であれ、わしの教えは変わらん。使うべきものに使われるようではいかんのだ、坊主。ああ、とはいえ勝者はおめえたちだ。タイトルマッチではわしの弟子として恥ずかしくねえ戦いをするのだぞ。だから弟子じゃねえよ。長いトーナメントを制したのは初参戦の長谷尾チーム。ここぞという時に逆転勝ちをしてきた謎のチームがついにタイトルマッチへの出場権を獲得しました。矢田さん、クーンチームは残念な結果となってしまいましたが、敗因は何だったんでしょうか。メイナスを食うとは今後の活動に検討の余地がありそうだ。あの矢田さん、ヤタに呼び出されている。レイヴンのアットホームに行くか。ヤタに呼び出されている。
遅い。うっせえ。まあまあ、二人とも。クーンは甘いのよ。俺はパイがきつすぎるんだと。なんか言った？いいえ、何にも。これからは俺たちもパーティーに呼んでくれよ。GU の任務以外でもね。私もパーティーに呼ばれてあげてもいいわよ。その任務以外でも。あ、勘違いしないでよ。あんたをほっとくと何するかわからないから行くんだから。おばさんなんか呼ばねえよ。ヤタ様が知識の蛇で待ってるわ。あまり待たせたら失礼でしょ。クーンがトーナメントに挑んだのは GU としての任務だった。ああ、そんなこと言ってたっけな。そのクーンを倒して出場する以上、君には彼の代わりを務めてもらう。は？そんなの聞いてないぜ。だが君はクーンに借りがあるはずだが。わかったよ。で、何すりゃいいんだ？対話を行ってくれ。対話？エンデュランスは謎の多い PC だ。彼の過去、非分使いとしての能力、アイダとの関係、ログで調べようにも限界がある。君にはそれを調べてきてもらいたい。情報を聞き出せってか？奴が素直に答えるか？仮に答えたとしてもそれが本当だって保証はないぜ。真偽は私が判断する。エンデュランスは非常に無気力なプレイスタイルをとっている。無気力？ログイン時間が半端な長さではない。その割に戦闘やチャットには興味が薄い。ぶっちゃけ引きこもりか？そのエンデュランスが唯一こだわりを持って活動しているのがアリーナだ。つまりエンデュランスの真意をつかむ機会があるとすれば。アリーナの戦闘中？私はそう考えている。やれるだけやってやるよ。あいつには言いたいこともあるしな。その代わり、トライエッジのこと。わかっている。寝ろ。エンデュランスとの戦いか。登録してこないとな。アリーナカウンターでアトリとシラバスを。
こんにちは。やだ。意外だな、あんたからお誘いのメールが来るなんてな。あなたが GU の一員として使い物になるように鍛えてあげるのよ。感謝しなさい。何？まあ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 、クエストだぜ。楽しく行こうよな。ようこ。やあやあ、君たちもこれからダンジョンに入るの？奇遇だね。俺たちもなんだ。これはこれは、長谷尾様じゃないか。何？イカ様使い様ともあろうお方が一般プレイヤーの真似してクエストごっことはね、そいつはちょっとらしくないんじゃないかい？行くよ。こんなのに関わってるとヘタレが映っちまう。また来たです。まだいたのか。クエストの途中だからな。ふん、イカ様野郎のくせに一人前にクエストなんかしてやがる。さあ、おいイカ様野郎、あんまり私の前をちょろちょろするんじゃないよ。私はあんたをボッコボコにしたくてたまらないんだ。あんたちょっと前まで PKK やってたんだって？死の恐怖？どうせイカ様使って有名になったんだろ。アリーナで真面目に成績出そうって頑張ってるやつだっているのに、あんたみたいなやつに試合に出られると迷惑なんだよ。すごい鼻息ね。それであなたはアリーナの秩序を守る正義のヒロインってわけかしら？うるさい！何も知らない奴が口出しするんじゃないよ！じゃああなたは何が分かってるっていうの？彼がどんな思いで PKK をしてきたか、どんな理由で大会に出場したか、あなたに分かっているというの？なんだって？何も分かってないのはあなたの。はい、分かったわ。イカ様する大義名分でもあったってのか？笑わせるな！
あんたがキレてりゃ世話ねえぜ。行くわよ。ほら
わけない。大刀戦弾落ちろ。トラッシュ大刀戦弾ら、どこに行っちゃったんだ。せっかくボスが出てきたってのに。なんだよ。あれは私たちの獲物だぞ。私の方が先だったからな。危ない。ちん。さて、どう来る。トランシュ。はい、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 この者たちが何か。あなたたち許しませんよ。やめろ。なんで私を助けた。さあな。イカ様使ってまで勝とうとする理由は。あんたには関係ねえよ。関係なくはないだろう。私はあんたにやられたんだから。どういうつもりか知らないけど、どんな理由があるのかわからないけど、あんたが大会でやったことはアリーナに参加する全ての闘技者に対する侮辱だ。私はあんたを絶対に許さない。あんたはいつかこの陽光様がじきじきにぶっ飛ばす。だからその時まで他のやつに負けるんじゃないよ。その宝箱をあんたに譲っとく。さっきの貸しはこれでチャラだからな。あ、姉上よろしいのですか。へえ、アイテムあげちゃうんですか。
お、いいもん手に入ったじゃん。これはあんたみたいな犯人前にはぴったりでしょ。ここにこのアイテムがあることを知ってて俺を誘ったのか。勘違いしないでよね。言ったでしょ、あなたに使い物になってもらわなきゃ私たちが困るのよ。サンキューな。な、え、素直に異例を言うなんてあんたらしくないじゃない。ほら帰るわよ。こんにちは。受け取ってね。ありがとう。
ー